アメリカ少佐の天使大谷翔平27と対戦したライバル野球チームのアストロズの振る舞いについて質問があった。9月21日、日本時間、天使追の初日。アストロズ、大谷は4回のバットファイトでゼロヒットでフィニッシュし、エンジェルスもゼロの10で負けました。試合後、アストロズのスペイン語和社向け公式ツイッターアカウントに、大谷が MVP。 動画や文章の内容から、大谷を MVP に借り立てたのはその内容だったと推測できます。ファンはこの投稿に激怒しました。批判が殺到した後、チームはツイートを削除しました。しかし、大谷は翌日10試合で初めて自宅でシャープ45ソロトラックを立ち上げ、アストロズに彼が MVP にふさわしい選手であることを知らせた。3試合シリーズの最終日である9月23日は、 ホームゲームで1位を下回ったことで注目を集めました。大谷は最初の4匹のコウモリの散歩を記録した。また、7回と10回の更新は避けてください。その結果、彼は5級のスコアで12回負けました。大谷はこの試合でドリブル2回、ドリブル2回を獲得した。今シーズン14回の歩行回数であり、米国リーグ1の選手だ。多くの人を集めていると言える。 チームは恐れ、それでも、一部のアストロはまだ怒っています。初戦以降、SNS でファンを増やしていたのですが、発火した際に投稿を削除しました。さらに、2戦目はキロ、3戦目は2回と2回出場しました。大谷が、逃げた、と非難するのは避けられないと思う。実際、SNS のアストロズには厳しい声があります。MVP。 自分をだましているとツイートしたのですが、削除して家に帰り、大谷翔平に散歩で逃げました。大谷は二塁で死者を出さずに10回に打席に出た。5対5で歓迎。二球連続で1球になり、打者に有利なカウントです。そのため、アストロズベンチはアプリケーションを回避するように命令しました。歓声がブーイングの嵐に変わり、大谷自身が思わず笑い出した。アメリカの記者はまた、 この声明のアストロズの回避に注意を払っています。大谷翔平はエンジェルのトップヒッターです。私はおそらく敬遠されるだろう、と MLB の公式ウェブサイトのレポーターであるエンジェルナンバー LET ボランジェは言った。アストロズは一塁が空いているため、第10ラウンドで大谷翔平と対戦しているようです。2球後、彼は敬遠され、そしてスコアが2-0になった後、大谷翔平は歩いた、と続けた。 アストロズは大谷翔平と競争するようだ、と、米国のスポーツメディア、アスレチックのエンゼルスレポーターであるサム・ブルームは語った。宣言を回避したことで有罪判決を受けたとき、彼は続けた。二つのボールの後、彼はかわした。アストロズがここで彼と対戦している理由はわかりません、と、地元のオレンジカウンティレジスターのエンゼルスレポーターであるジェフ・フレッチャーは語った。 チャンネルへようこそ最新ニニュューースス大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きた様々な出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方は是非チャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマよろしくお願いいたします